今ドレスっていうとかなりこの胸までしかないもの、肩が全部見えてるものが主流だと思うんですが、当時のドレスは必ずお袖がついています。でお袖の長さなんですけれども、これも大体同じで、肘まで、ここまでがお袖になってます。またもう一つ、この衣装というか着ていたものの特徴として、かなりデコルテ、ここの胸のラインが入ってます。これとこれ比べていただいて分かるように、このかかとのヒールの付き方、このヒールはまっすぐ下についているんですけども、こちらのヒール、こういうふうに大げさに言うとちょっと曲がっているの分かる。でご自身のこのたくさんあの足を曲げた状態、これも全部通って回せますか。そうです、そうです。普通にまっすぐ、あの姿勢を良くした状態でまっすぐ見ていただいて、そこから手を縦にして指5本分ぐらいを上、その上ぐらい、この辺を見る感じです。上の生地を持って下の中のスカートをこう見せてあげるような、そんなイメージです。そう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 、さあで親指と中指で持つんじゃなくて、全部の手を使って持つ。そうそうそう、こういう風に持つとすごく綺麗に見えます。こうやってやると、なんでまたそれも悪いかっていうと、どんどん足が見えちゃうので、そうではなくて、スカートの丈は変えないまま、そうスカートを持つっていうのが